信長の野望。新生 PK。 最上を滅ぼし周囲の小勢力を従属させ伊達包囲網を築こうとした我らの将軍。一度目の遠征に失敗して翌年再度遠征をし戦果を上げるも、すでに小勢力が伊達に従属されていた。そこで逆に包囲網を構築されたことに気づいた幕府軍、窮地に陥ったのは明白、将軍は決断を迫られていた。さすがに戦わずして放棄撤退はありえない、有能な武将を配置して防衛に当たるぞ。威風で奪い取った出羽の国はなんとか守りたい。そこそこ強い杉浦さんなんかも転倒して戦力強化。このまま待ってるだけでは伊達に攻められるのは明白、最上本城山形城を攻めるぞ。取った城の兵力が回復するまでの時間を稼ぐのだ。兵糧がギリ届く影勝は角の伊達城を頼む。周囲の城に武将が入ったら援軍は出すぞ。北条と伊達は最近争っていた。北条が弱体化すればそっちに行くかも。勝頼じゃん。援軍を頼み申しまっしゅ。勝頼、八方城なら42,500を出してくれる大盤振る舞い。まあ無理だろうけど伊達が北条の裏を突く展開を期待。そして山形城に着いたら伊達の援軍も到着したのでやっつけた。かっこ撃破。国衆になり下がってる本城重長の兵力が回復、至急角の伊達城へ進軍をなしゃーす。大宝寺城にがもう氏里が到着、こっちも援軍よろ。これだけ出せばさすがに最上滅ぼせるか。そして山形城を目標にしてノップたち少し遠いメンバーも、米準備して援軍に来てもらいましょ。城落とした後に到着してもその後の防衛戦力になってくれそうだぜ。さらに伊達の援軍が来たので、処した。適当に連れてきた土橋も兵力が100だしそろそろ脱落だ。そんなギリッギリになりつつも打って出てきた最上義明を撃破し、山形城、攻略成功。最上家本城ゲットだぜ。山形城には堀久を城主に任命。戦名人の手腕に期待しておるぞ。防衛設定にして強い施設の武将も配置。でも兵士の数が2桁。兵が回復するまで持ちこたえねば。無理くさい。土橋は米もあと7日のギリッギリなので騎乗。柴田城から来た島根は米あるけど、機械から騎乗して有事の際は兵回復して駆けつけて、将軍義明は米17日しかないけど頑張って出羽の国を守って、将軍ぼっち防衛。補給拠点をうまく使いこなせず結局兵糧になく戦いをしているので2打レベルアップ。月額8000円の腰病労40日追加プランに加入。反米が角の伊達城の一騎先導に成功。軍の制圧がちょい楽になったぜ。で、伊達家真っ赤だ。臨戦態勢を整えつつある。ワンチャン北条。陸奥が臨戦態勢だから狙われてるのはうちらだ。諦めろ。遠すぎてろくな援軍出せない。攻勢限界超えた末路は地獄だぜ。ちょっとでも戦力アップできんかと模索してたら勢力目標の功績の星3で、ダメージや跳躍成功率に浄化施設建設速度を上げられることが発覚。いや感情の発行とか今からじゃ間に合わねえよ、現実を見ろ。しえ。そして角の伊達城をあと少しで落とせるというところで、伊達家が約7万の兵力で、我らの領地に向けて出陣してきました。やっぱりこうなったか。山形城に居残りしてた将軍の腰病老は16日、狙われてる横手城に行くことすらできん。そうだ、臨戦準備してるノップに応援を。目標だった山形城を落としたので臨戦解除しましたよ。だあ、やっちまったな。臨戦ないと目的地にすら届かぬ。小屋もう放棄して逃げるしかねえかも。絶望的な状況に思わず島流しにした上杉影虎に援軍を出させる始末。まあこいつも到着に100日かかるし期待はできねえ。ノップたちの応援が来るまで耐えれればあるいは、比叡山城を新たに目標にし直し再度臨戦準備を開始。そしてうっかりがもう氏里を壊滅させちゃったもののなんとか角の伊達城を陥落。迫り来る伊達を無視して最上家を滅ぼすことに成功。これにて最上家滅亡なり。武将登用は大成功、最上義明筆頭に17名を登用。さて最上滅ぼしたもののこの後どうしよう。最上と伊達の婚姻同盟を潰せば全部従属もあり得たけど、結果は全部伊達の従属。城とか差し出せば直接停戦はできるかもだけど、勝頼に頼めば仲介でノーコスト停戦いけるかな。現状伊達の進軍先は島根守る柴田城、将軍待機中の山形城、あと角の伊達城攻略組が援護に行けそうな横井城。三箇所同時進行か。我に妙案あり、兵糧不足で動けない将軍の代わりに、堀久よ、伊達本城米沢城の軍を攻めるのだー。戦名人堀秀政よ、兵力254で伊達家の進軍を止めるのだ。喜べ、八方城を攻め落としたぞ。勝頼が全部やったのにさも自分の手柄のように語るずる将軍。てかこの城取っても守りようがないよ。
結果一月も経ずに奪還されました。まあ数万単位で武田と北条の兵が削れたからよしとしようぜ。勝頼の役立たずがちゃんとアフターフォローもしなさいよ。無茶言うなよ。武田の信用が100になりましたぞ。吉伊達との仲介を頼む。ってできない？伊達も成長してでかいから無理か。勝頼の役立たずが八つ当たり。結果米沢城前で堀宮が激突、伊達家との戦闘が開始、合戦じゃ古軍奮闘する征夷大将軍が根性を見せる戦い、開戦。多勢に無勢、こうなったらやられる前にやるまでだ、征夷大将軍足利義昭突貫だ完全に迫るは伊達の名将鬼には下げつさい。一計渾身の鉄砲レベルマックス12億らいかなるズルを用いようとも構わん、敵に囲まれる前に鬼庭を撃破するのだ僕の靴べらの威力、天下に轟かせてくれよ。窮地な時くらい真面目に戦え。さあせーん。そして将軍と鬼庭がしのぎを削る中、国分森明が軒口を守る堀宮と会いたい。ただでさえ少ない堀宮の兵力が減ってるぞ。やばい片倉小十郎5600に強撃された。さすがにこれは無理。逃げて堀宮。おい軒口が無人になっちまうぞ。軒口落ちたら敗北だ。しかしこの窮地に朗報、将軍義昭鬼庭を撃破。体力なくてヘロヘロだけど急いで軒口の防衛だ。強撃必死の軒口を将軍義昭がダッシュで防衛に向かう。兵力の少ない堀宮は敵の要所の制圧よろ。ぬぬぬぬ、やはり軒口防衛は強撃が来るか。しかし意外にも国分森明がワンパン撤退。よしこれで相手は片倉小十郎一部隊に専念できるぞ。将軍はすでに疲れてるが小十郎もそのうち疲れるはず。兵力は勝ってるから泥仕合になれば倒せる相手だ。兵の動きが鈍っておるな。部隊を一旦下げたいが。下げるどころかここが一番後方だろうが、この馬鹿将軍。堀宮は無事無人の要所の制圧に成功。敵の木口を見張り立ててる旨を軒口に釘付けにせよ。これで将軍が囲まれてボコられるのは回避できたぜ。そしてしばらくしてお互いヘロッヘロの泥仕合をなんとか制して片倉小十郎を撃退。もちろん戦名人の堀宮はこれを見逃さない。小十郎の撤退路に進み追撃。結果逃げ場を失い小十郎爆散。こうして残り敵部隊は伊達輝宗のみとなったけど、ここまでの戦いで将軍の兵力は9000程度に。こうなれば致し方ない、僕の究極奥義をお見せしよう。いやお前の戦法ただの治療だろ。え？ま、まさかあの禁断の技に手を染める気では？はぁ、あ、足利義昭は力を貯めている。治療、そうい。足利義昭は力を貯めている。治療。足利義昭。治療。足利。治療。こいつ伊達輝宗が軒口から離れられないことをいいことにじっくり治療してやがる。究極奥義、征夷大将軍24時間病棟だ。足利学校医学部卒です。しれっと学歴詐称すな。へへ。そして待機時間も長かったので鉄砲の再チャージも完了。ぶっ放せズルにズルを重ねる、お前こそ真のズル将軍だ。あ、将軍交代堀宮前進。よし、再び治療に専念するぞ。さらにズルするのかよ。殺将軍治療。さっきの鉄砲で兵力も逆転。もう一度そーい。そして最後はガチ勝負だ。回復ほい。普通に戦いながらも回復しておる。なぜだ、なぜ敵性が知らぬのだ。征夷大将軍のゾンビアタックに輝宗もついに撤退。あひゃ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 、私の勝ち。ひでえ戦い。征夷大将軍の奮闘で勝利をもぎ取った。勝ち時をあげよ。かあ、たどう。そんなわけで被害2000で伊達約3万を撃退。窮地といえどこれはひどい。禁断の技なので今後は控えまっしゅ。そして将軍義昭の下道戦法が威風となって伝播する。ダメだろこんなクソ戦法で威風出たら。勝ちは勝ちなのです。これには伊達家のよく知らない後藤さんもびっくり。三つの軍が寝返り伊達家の進軍を遅延させることに成功。だがまだ伊達勢は多い。堀宮よ、山形城に戻り再出撃だ。少し追い払ったけどまだ結構伊達勢来てるぞ。安藤家が約1万の兵力で出陣しました。ぐぬぬぬ、ついに北下反幕府勢力目。どうすんだよ。さっき落とした角の伊達城を狙ってるが、兵力すべて横手城の防衛で手一杯。必殺、勝頼バリアー。安藤家との停戦成立。でもこれ信用100使うから次の同盟更新できんぞ。残り同盟は24日しかねえ。武田との停戦期間が明ける前に、できれば将軍を二条御所に戻さねば。兵力差はあるから最悪ご利用しか。武田との戦いに備え島根を鳴海城に転封。柴田城防衛拠点なのに太鼓ばっか。後で強い施設の人と交代させましゅ。ガチ防衛設定してた岩村次郎のモミーの旦那をさっき狙われた角の伊達城へ転封。
防衛設定の城は移動でごっそり転倒させるのが設定が楽でいいぜ。仲間になった最上さんも強いので、ついでに岡は地上の城主に設定。武田との戦いの準備は万全。出羽の国はほとんどが防衛拠点になりました。兵力少ないから守れるかは不明。さっきの合戦で将軍が撃退した鬼には砂鉄斎の息子、鬼には綱元が今度は攻めてきた。伊達家の重臣、また強いのが出てきたな。その頃こっそり出した国二衆が伊達本城米沢城の軍を制圧。こっそり軍を制圧してこっそり騎乗。この行動のせいなのか、米沢城に伊達の部隊が3部隊とどまってる様子。攻めてこないならありがたいな。っていうかノップの援軍の準備はまだ？え？比叡山城から攻めてきた安藤家と停戦したので目標設定は解除されましたよ。お前は何度ミスれば覚えるんだよ。意図かなし。そして援軍の来れない絶望的状況で敵と相対。2対7で倍以上の兵力差。これはもう無理。米沢城の上で待機してる伊達勢を巻き込んじまってるぞ。なんとか部隊数を減らせばズルで勝てるのだが。堀級を下げたりしたけど調整できず仕方なく騎乗。兵糧枯渇寸前の将軍が前に出て一部隊撃破に成功。でも米沢城の伊達勢もこっちに進軍してきちゃったぞ。万事休す。将軍、ご覚悟。いや僕切腹とかしないよ。兄義輝は討ち死にまで戦ったのにこのヘタレめ。っていうか武田との停戦もあと1ヶ月。こりゃ参った。いた仕方ない、伊達と停戦交渉しますか。これ以上ではの国で戦い続けるのは無理だ。家臣が納得しうる見返りは考えてある。米沢城に属していた領土を返してほしい。あ、まさかのこっそり出した国二州の制圧した軍だけで許される緩い要求。下方の茶器とお金2760円もお付けしましゅ。これで1年半の停戦が締結。1年半あれば兵力も回復して防衛体制も整うはず。きつい状況だったが城とか取られることなく、なんとかこちらに都合良い講和に持ってけたぜ。ではがっつりずるい戦法で窮地をしのぎ切ったところで武田との回戦を控え、今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。卑怯臭いずる戦法でなんとか生還することができた将軍義明。武田との合戦では汚名返上できるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。